その後、13時03分に、放出を開始いたしました。安全を最優先に放出準備を進めてまいりました。この間、福島県知事、そして大熊二葉両町長をはじめ、地元の皆様、漁業関係者の方々に私どもの決意をご説明させていただく機会をいただきました。何よりも安全を最優先に、風評対策、適切な賠償など適切なご要請、思いを伺い実施したいとして、改めて思い責任を自覚したところでございます。私も昨夜からここ福島第一原子力発電所に入り、上流水槽に一旦貯めたアルプス処理水について、社外を含めた分析結果を確認し、放出基準を満足していることを確認いたしました。また今朝も、本日の気象海象状況などを確認し、本日 放出ができるということについて確認をいたしました。その後、13時03分に、放出を開始いたしました。先ほどまで、オペレーションを、確認してまいりましたが、14時33分に操作が、本日の操作が無事終了し、現在、沖合のサンプリングに、船が出ているところでございます。分析結果につきましては、明日夕刻頃に公表する予定とさせていただいております。